せーの、モニッターもちっとゆみまろです。おはようございます。今日はミスドの新作桜もちっとドーナツを食べていきたいと思います。イエーイ。確か昨日から発売されてます。皆さんミスドにも桜がやってまいりました。もう春でございます。今日ね、うるう年の2月29日だから明日から3月、めっちゃ早いね。今回はね、新作のドーナツが4つ出てますので、今日はこちらを食べていきたいと思います。舞い上がっちゃうミスタードーナツの美味しい桜、さらにもっちりまるで桜餅って書いてあるんだけど、去年に比べて今年の方がさらにもっちりしたらしい。もちもち大好きだからもうめちゃくちゃ嬉しいです。それではせいなりさん、はい、いただきます。はい、じゃあまずこちら、桜もちっとドーナツつぼみです。桜餅風味のもちっと生地にグレーズをつけ、国内産大豆 100% を使用したきな粉をまぶしました。国内産大豆、あ、これ生地が見てピンク色だよ、かわいい。美味しそう、いただきます。うま。私さ、きな粉大好きなのね。おはぎとか買うってなったら絶対あんこよりきな粉が食べたくなるんだけど、めちゃくちゃ美味しい。きな粉最強だね。桜の味もするっちゃするけど、でもきな粉が結構強い感じがするかな。うまっ。このもちもち感はね、ポンデリングに比べたらもちもちしてないというか、また違ったもちっと感っていう感じかな。なんかポンデリングに比べると、ポンデリングよりちょっと重たい。ポンデリングってさ、なんか生地めっちゃ軽くない？だからもうパク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 って食べれちゃう感じな気がするんだけど、なんだろう、ちょっとね、ずっしりしてる感じかな。重たすぎることもないんだけど、これ説明がめちゃくちゃ難しいけど、まあポンデリング好きな人だったら絶対好きなもちっと感だと思う。これだんだんさ、桜が咲いてくようになってるみたい。つぼみ、五分咲き、満開、舞桜。多分舞桜が新しいのかな。つぼみ、きな粉好きな方めっちゃおすすめです。ぜひ食べてほしい。はい、続いてこちら、桜もちっとドーナツ五分咲きです。桜あんホイップをサンドし、ストロベリーチョコをコーティング、仕上げにシュガーをまぶしました。おお。あ、生地はピンクいから多分さっきと同じなんだけど、桜あんホイップっていうのがサンドされてる。で、ここにいちごのチョコがね、かかってます。じゃあまずちょっとかかってないところから食べてみようかな。今ね、ホイップだけ食べてみたんだけど、確かに桜の味ちょっとするわ。なんか見た目はさ、結構真っ白だから入ってるのかなって思ったけど、桜のなんかこう、桜の香りが鼻に抜ける感じ、なんかちょっと華やかな香りがします。おいしい。これ食べながらずっとポンデリングとのもちっと感の違いをどうやって伝えたらいいのか、めちゃめちゃ考えながら食べてる。なんて言ったらいいんだろう。でもなんかポンデリングよりもちもちしてる気がしてきた。スタバもそうだけどさ、桜とイチゴって合うんだよね。だからこのストロベリーチョコがかかってるとこもめちゃくちゃ美味しい。桜苦手な方はここのストロベリーチョコがかかってるとこだったら食べれると思う。それぐらいイチゴがちょっと強めになるかな。でもイチゴがかかってないとこは結構桜の味が
するかな、ほんのりする気がします。今日のお供もブラックコーヒーです。これもピンクわ、美味しい。そしてあっち、なんかお花見行きたくなってきたなんかお花見とかもさ、そろそろ多分コロナの関係で一時お花見とかやってなかったけど、もう多分やったりするよね。屋台食べたい。はい、続いてこちら、桜もちっとドーナツ満開です。桜葉入りの桜あんをコーティングし、桜風味のフレークチョコとキラキラトッピングで仕上げました。まさに満開って感じのドーナツだね。これは中に何も挟まってないタイプだ。あ、コーティングし、あ、なるほどね。あんこはこ、あ、ほんとだ。これわかるかな、このね、桜の花トッピングの下にちょっとこう白っぽいのがかかってるんだけど、これが多分桜葉入りの桜あんですね。いただきます。これが一番桜って感じだ。桜葉入りの桜あんがやっぱ桜感を醸し出してるのかしら。今これ3つ目だけど、これが一番食べ応えがすごいあるのと、なんかスースーするスースーするわけじゃないけど、なんだろう、なんかミントみたいな、え、違うかな、ちょっと食べた方いますなんかちょっとハーブじゃないんだけど、ミントっぽいようなのが 0.1% ぐらい感じる。ん？違うかな？なんか分かんなくなってきちゃった。でもやっぱり食べ応えが一番これがすごいあるかも。そしてあの和って感じ、めっちゃ。さっきホイップのやつを食べたからさ、ホイップだとちょっとこう洋っぽいんだよね、やっぱホイップクリームだから。でもね、急に和の感じがして和菓子っぽいから、まさにあったかいお茶と合いそうな感じですね。ちょっと一回こっち次食べてみます。はい、ラストがこちら、桜もちっとドーナツ舞桜です。おー、柔らかくて。北海道産小豆のあんをサンドし、ホワイトチョコでコーティングした上から桜風味のフレークチョコをトッピングし、チョコレートで線掛けしました。あ、この上にかかってるピンクのやつはこれと一緒なんだね。わお。あ、危ない危ない危ない。中にあんこが入っております。粒あんだね。いただきます。ま、やっぱあんこが入るとめちゃくちゃ和だわ。このホワイトチョコのとこめちゃくちゃ美味しい。ホワイトチョコと小豆って合うんだ。めっちゃ美味しい。ここただホワイトチョコがかかってるとこだと、もう超ホワイトチョコの味がするから、あんこみは薄れる。うん、でちょっと満開を。やっぱね、あの、分かった、半分に切ってないだけですごい変わると思う。でもさ、きな粉もさ、ここ半分にこうスライスしてなかったじゃん。でもなんかそんな重たく感じなかったけど、これは超食べ応えあります。やっぱり半分に切ってないからなのかな。桜を一番感じたい方はこれが一番桜を感じられます。こないださ、いつも使ってる化粧水じゃなくて、なんかちょっと余ってる化粧水を使ったら、なんか多分古かったのか、もうニキビがすごい、え、ここなんか線でさ、ちょん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 ってできてて、ここにもなんかめっちゃでかいのができて、なんかすごく悲しいです。みんなさ、お花見とか行ったらさ、屋台でさ何買う？私は絶対ベビーカステラは食べたいです
はい、ごちそうさまでした。美味しかった。甘かったけどなんだかんだ全部食べれました。すごい。それでは毎回恒例、私が一番タイプだったのはジャガ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 桜もちっとドーナツ五分咲きです。イエーイ。桜大好きだからさ、もう全部美味しいんだけど、やっぱり心に残ったのは五分咲きですね。なんかふわふわもちもちのドーナツに、あの桜あんホイップがすごい美味しかったの。ちょっと桜が効いてるホイップクリームと、あとその上にかかってるいちごのチョコね、もうすごく美味しかったです。桜好きだよって方はね、ぜひぜひミスドの桜もちっとドーナツ食べてみてください。今日も見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではムニッともちっとゆみまろでした。見てくれてありがとうございました。ほい。ちなみに今日は桜色の服を着ております。そして明日はスタバの新作が出ます。フードもね、一つ出ますので、そちらはサブチャンネルの方で食べて飲んでみようかなと思いますので、はい、その予定です。明日も皆さんサブチャンネルでお会いしましょう。そして北海道の Vlog もね、あの今編集中なので、あのまた長くなってしまっているんですが、ちょっと手こずっております。はい、頑張ってね、3月早めに出したいと思います。またね、バイバーイ。